ブンブン、ハロイジュ、どうもマサルです。今回はこちら、シャープの最新スマートフォン、アクオスセンスプラスの OCN モバイル1の SIM カードセット品の販売がスタートしていますので、ご紹介したいと思います。アクオスセンスプラス発売当初は SIM カードのセット販売品はなくて、完全な端末単体で Amazon では販売されてたんですが、価格はだいたい 48,000円ぐらいして、やや高かったのが欠点ではありました。ただ、ここ最近、この OCN のモバイル1の SIM カードが付いたモデルも発売され、こちらの方は価格は約4万円と、完全な単体モデルよりも8000円安く販売されています。カラーとしてはブラックのほか、ベージュ、ホワイト、3色すべて販売されています。ただし、注意点としては、このホワイトモデルだけ残り1点となっています。なるべくアクオスセンスプラスを安い価格で購入したいと考える方は、今回ご紹介した OCN モバイル1の SIM カードが付いたモデルがおすすめです。なお、SIM カードが付いていると言っても、この場合、SIM カードの契約は必須ではありませんので、月々の出費を抑えたいという方は、SIM カードの方は契約せずに、そのまま捨ててしまっても大丈夫です。ちなみに、アクオスセンスプラスのスペックを改めて紹介すると、CPU は、クアルコムのスナップドラゴン630、RAM は 3GB で、ロムは 32GB。ディスプレイは 5.5 インチで、解像度は 2160×1080 ドット。このディスプレイはイグゾーディスプレイとなっています。カメラは背面が1640万画素。前面のインカメラは800万画素。バッテリーは 3100mAh で、OS は Android 8.0。そして価格は先ほどもご紹介した通り、OCN モバイル1の SIM カード付きのモデルで約4万円となります。CPU は600万台で、カメラもシングルレンズということで、このスペックで4万円という価格は、そこまでコスパがいいように思わないかもしれませんが、このアクオスセンスプラスは SIM フリー端末でありながら、防水、それからお財布携帯にも対応しています。ですので、機能なども含めてみると、このスペックで4万円というのは、割とコスパとしてはいいと思います。ということで、今回はアクオスセンスプラスのOCN のモバイル1の SIM カードが付いているモデルをご紹介しました。先ほどもご紹介した通り、SIM カードはセット内容に含まれていますが、契約する必要はありませんので、月々の出費を抑えたいという方は、この OCN の SIM カードは契約せずに、今お使いの SIM カードをこちらに挿して使うという使い方も可能です。なお、こちらの販売店のリンクについては、この動画の概要欄の方に貼っておきます。注意点としては、ホワイトモデルのみ、残り1点となっていますので、購入を検討されている方は、早めに注文することをお勧めします。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。